皆さん、こんにちは。バリアです。さあ、今回の内容はこちら。美は一日にしてならず。宝ジェンヌの美容法。<laughs> ということで、本当にね、皆さんからの質問の中に、いつもね、たくさんあるのが、美容についての質問なんですよね。で、あの、私を含めて、まあ、たく 現役のね、タカラジェンヌの皆さんとか、あとはタカラジェンヌの OG のね、方々からも、本当にね、たくさんのスキンケアのね、情報とかが発信されているかと思います。でそこで、まあ、美容法についてのね、質問とっても多かったので、私自身が使っているものを、そして、あとは下級生とかにもね、聞いたものなどを今日は皆さんにぜひシェアしていきたいなと思いますので、最後までお付き合いください。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、今日ね、実際にね、実物を持ってきているので、皆さんにね、見、見せながら、あの、説明をしていきたいと思います。で、まずは、こちらスキンケアについてということで、やっぱりね、スキンケア一番大事なのは保湿だと思うんですよね。で、宝ジェンヌもちろんね、あの、舞台化粧、すごくね、厚化粧なんですよ。皆さんお分かりだと思いますけれども。 厚化粧な上に、こうライトをね、たくさん浴びているじゃないですか。で、肌への負担っていうのがものすごく大きいんですよね、やっぱり。なんですけれども、私、なぜか、お稽古中とか、オフの時よりも、 舞台に立ってる時の方がめちゃくちゃ肌の調子良かったんですよ。で、まあもちろんね、アドレナリンというか、内側からこう興奮したりとか、ときめいたりとか、そういう気持ち的な問題もあって、お肌の調子も良かったんだとは思うんですけれども、実際に、もしかしたら念入りにスキンケアとかもちゃんとしてるから、舞台中の方が、公演中の方がね、あの調子が良かったのかなとも思っています。 で、そんな時とかに、まあ、今私が使っているものっていうのは、大体舞台で使ってたものとかも引き続き使ってたりもありますし、下級生とかにね、聞いたものとかも、やっぱり、あ、現役中からずっと使ってましたとかいうものが多いんですよ。なのでね、それをちょっと教えていきたいと思います。で、まず、私ね、すごくいいなと思うのは、無印の商品なんですよ。で こちらがですね、皆さん見えますでしょうかちょっとね、見えづらいかなこれは。これは、無印の、あのー、敏感肌用の高保湿タイプの化粧水なんですね。で、私、あの、無印結構ずっと使っていて、で、この、微、化粧水もすごくいいんですよ高。高保湿なので。で、化粧水もいいんですけれども、結構下級生とかにも使ってるっていう、 出た人が多かったのが、あの、無印の導入化粧液っていうものがあるんですね。で、これを先に化粧水とかを入れる前に、お肌に染み込ませて、化粧水を使ったり、美容液を使ったりすると、本当にね、お肌の調子がめちゃくちゃいいんですよ。なので、これまずね、皆さん、おすすめです。無印の化粧水、そして導入化粧液。これおすすめです。 そして私が今実際に使っているものでとってもねなんかいいなって思うものがカルテ分かりますかね見えますかこれですねカルテ HD というものなんですねでこれがえっ、ー、と広報室の乳液になっていてもう一つ使っているのがこのオールインワンの見えますかねちょっと見えないくるかなオールインワンの美容液こっちですね なんですね。で、これがものすごく良くって、というのも、あの、医薬部外品にはなっているんですよね。なので、お肌にとても優しくって、やっぱり敏感肌の人とかでも安心して使えるものなんですよ。乳液と美容液が私は特にいいなと思っていて、これを使い始めて乾燥知らずなんですよ。本当に。 全然乾燥しないというか。なので、私はね、これとってもおすすめできる、あの、乳液、そして美容液だなと思っています。はい。保湿に一番大事なのはもうパック。ね、パックをすることってめちゃくちゃ大事だと思うんですよ。ね、あの、宝ンヌも <laughs> よく <laughs>、あの、舞台ね、お化粧落とした後にすぐパックをしたりとか、 お化粧を始める前にパックをしたりと、とにかくパックをね、してることが多いです。私もそうでしたし、今もね、やっぱりね、パックをすることが多い、多いっていうかも、毎日する方が皆さんいいんじゃないかなと思いますよ。やっぱりパックって。で、パックで私、やっぱりおすすめしたいものがこちらのメディヒール。 のパックなんですよね。で、これは、もうメディヒールは、現役のタカラジェンヌさんからも使ってるっていう声もよく聞きますし、OG の子たちも本当によく使ってたっていう声も聞きます。今も使ってる子も多いですね。で、あの、韓国のね、コスメなんですけれども、これ本当に 本当にいいです。めちゃくちゃいいです。なんか肌に密着する、その密着力もいいですし、保湿も高いですし、あの、いろいろとね、種類があるんですよ。保湿とか張りとか、そういうものがね、いろいろあるので、このメディヒールのパックは私はとってもおすすめです。はい。で、あとね、やっぱりこれだよねって下級生のね、こと、こないだも話してたのが、こちらニベアですね。<laughs> でニベアですよね。もう本当に、やっぱり保湿にはニベアっていうぐらい万能で、ニベアに関しては化粧下地として使ってた子たちもいましたし、私は化粧下地、舞台での化粧下地にバセリンを使ってたんですよ。それぐらい、あの、やっぱり保湿って大事で、で舞台をこう降りて、化粧落とした後も、やっぱりニベアを使ってたことも多くって、 で、今もお肌が荒れたりとか、やっぱりちょっと乾燥気味だなっていうと、ニベアを使うっていう子がめちゃくちゃ多いんですよで。むしろニベアしか使いませんっていう子もいて。なんか肌荒れしてる時って化粧水とか乳液とか使わずに、もうニベア直塗りですっていう子もいるぐらい、皆さんね、このニベアって本当に万能です。だから、私は缶のものを、あの、ストックして、 いつも使っています。はい。今も使っています。はい。<laughs> そして、あとね、クレンジングとかも結構あの、皆さんから質問があったんですけれども、私は、現役時代とかは、週上村のクレンジングを使っていましたし、週上村のクレンジング使ってる人めちゃくちゃ多かったですね。今も多いんじゃないでしょうかね。うん。で、あとは、私ね、対談した後に使い始めてめちゃくちゃ良かったクレンジングが、パーリーデューの あの、クレンジング。パーフェクトクレンジングなんですよね。これが本当によくって、最初お友達にいただいて使い始めたんですけれども、そのクレンジングを、で、メイクを落とせば、もう本当にダブルクレンジングは全くいらなくって、で、クレンジングしてるのに保湿力が高くって、めちゃくちゃおすすめです。パーリーデュー。このクレンジングをね、使い始めたらちょっと他のものが使えなくなるぐらいすごくいいです。はい。 <laughs> さあ、そして次に見ていきたいのがこちらメイクアイテムということで、あのね、ファンデーションって何を使ってますかっていう質問とかが多かったんですけれども、私、クッションファンデーションが大好きなんですよ。なので、今、クッションファンデーションで使ってるのが、この、 こちらですね。わかりますかねちょっと見えにくいかなピンク T3 というあのクッションファンデーションで、あのこういうね、中身がこういう風になってるクッションファンデーションなんですけど、これがめちゃくちゃ良くって、でずっとこれを使い続けてるんですけれども、これを使い前はあのクリオのクッションファンデーションを使っていました。でクリオってあの、まあね、韓国コスメですごく人気があって、 結構、お,おじいさんでも、現役の子でも使ってる子が多いですよね。やっぱりね、クッションファンデーション多いですよ、使ってる方が。うん。で、こういうのをおすすめしています。ただ、本当にね、クッションファンデーション、私、いろんなものを使っていきたいので、またね、新しいクッションファンデーションが出たら、それを使って、ちょっとね、皆さんにもシェアしていきたいなと思っています。はい。そして、 化粧下地とかって普段日焼け止めとかって皆さん何を使ってらっしゃるんですかっていう質問があったんですけれども、それはね、こちらですね。はい。ラロッシュポゼのあのメイク下地。ねこちらを使っています。これも、あの、おじいさんはもちろんですけども、現役の方、使ってる方すごく多いって聞きました。うん。で、私も、 あの、メイクしないで、例えばね、近所に出かけるときとかも、これさえ塗っていれば、お肌がすごくあの透明感が出て、いいんですよね。で、日焼け止めの効果ももちろんあって、で、お肌が、そう、メイクをしたときも、これを下地に使ってると綺麗に見えるので、私はこれが一番大好きでずっと使ってます。はい。そして、 もうね、ぜひ紹介したいのが、アイライナーなんですよねで。アイライナーって難しくないですかって皆さんからよく質問もいただきますし、ペンシルですかそれとも、あの、筆タイプですかとかいろいろ聞かれるんですけれども、私はね、今使ってるのが、こちらです。えっ、ー、と、見えますかね。こちら、ヒロインメイクのアイライナーを今は使っています。ただ、私ね、ずっと使い続けていたアイライナーがあって、それが、 こちらのね、ちょっと見えづらいですね。見えづらいですよね。パーリーニューのアイライナーなんですよね。で、パーリーニューの目力ウルウルアイライナーっていうものがめちゃくちゃ使いやすくって、ね、私やっぱりこの鉛筆タイプのもので描くよりもしっかりとアイラインを引きたいタイプなので、こういう筆タイプのものを、うん、使っています。このヒロインメイクに関しては見えづらいですね。 ヒロインメイクにね、関しては、茶色の、すごくブラウンの薄いものを使っているんですけど、パーリーデュー使っていた時は、黒色のものを使っていて、で、あの、使い分けていました。例えば、ステージとかで、大きいところで、 視界をしたりするときは、黒のしっかりしたアイライナーを引いて、で、あの、普段のメイクは割と茶色っぽい、こういうブラウンのものを使ったりしています。なので、ヒロインメイクとね、パーリーデューのアイライナーはとってもおすすめです。はい。では、次にご紹介したいのが、こちら。ヘアケア商品。 ということで、皆さんね、やっぱりね、髪の毛のケアってどうされてるんですか、タカラジェンヌはっていう質問がめちゃくちゃ多いんですよ。で、そりゃね、あれだけブリーチして、色をコロコロ変えて、痛みますよねって皆さんね、心配されていました。で、私が使っていて、とてもおすすめで、なおかつ、やっぱりね、現役のタカラジェンヌ娘役さん、そして OG の娘役さん、とっても使ってる方が多いのが、こちらはい。 オージュアということですね。で、私はオージュアのこのシャンプー、えっ、ー、と、イミュライズという種類のものを使っています。で、これはまあダメージとかにね強いタイプで、イミュライズのシャンプーとヘアトリートメント。これを今は使っています。で、あの、現役の生徒さんとかでも、このオージュアのヘアオイルとか美容液、ヘア、 あの、髪の毛専用の美容液とか、ヘアミルクとかを使ってる方がめちゃくちゃ多いです。で、これを使うともう全然違うっていうぐらい、本当に違うので、<laughs> 結構スカイステイジとかでも、ね、なこちゃん、マ空ひとみちゃんが話していたりとか、あと、さきあ愛理ちゃんとかも話してましたっけね。うん、本当にね、使ってる方が多いんですよ。なので、王子はのヘアケア商品はめちゃくちゃおすすめです。はい。さあ、そして、あの、それい ののももでで割とととね皆さんんかかイオン導入機とかを使ってる宝ジェネ多いんですけれども私ね、最近の一番のヒットがあるんですよ。で、ぜひご紹介したいなと思ったのが、こちらシャワーヘッドなんですけれども、<laughs> これ何のシャワーヘッドかっていうと、皆さん CM とかでご覧になったことがありますかミラブル私、シャワーヘッドってこれまでも別のものもね、使ったことがあって、あの、 取り替えてね、使ったことがあって、あんまり効果を実感できなかったんですよ。でも、このミラブルのファインバブルのシャワーヘッドを使って、まだ1ヶ月半ぐらい、去年の年末ぐらいから使ってるので、なんですけども、 全然違うんですよ。もう本当に違う。本当に違うんです。皆さん。もうこれは本当にすごいです。で、このね、あの、ウルトラファインミストっていうものなんですけど、こういうね、箱に入って、あの、届いて、すごく高級感があって、えー、すごく高いものだったけど、使ってどうなんだろうな、効果ってどうなんだろうなと思ってたんですけれども、私だけじゃなくって、旦那さんも効果を、早くを実感するぐらい全然違っていて、 で何が違うかってあのまずねお肌のキメがものすごく細かくなったんですよで毛穴とかがなんか目立たなくなってきてつるんとした感じが自分でも分かるんですよお風呂上がりにで、はあすごいって思ってこの1ヶ月使っていてでなおかつヘアでカラーとかするじゃないですか髪の毛をでカラーしても色落ちがあの少なくなったというか 次にカラーに行くまでの期間が長くなったそれぐらい全然違うんですよ。もう本当に。お肌だけじゃなくて髪の毛にも良くって。これはね、皆さん、あの、シャワーヘッド、あなどら、れないなっていう風に思いまして。 これはね、ぜひ皆さんに紹介したいなと思って、美容法の方の一つとしてね、ご紹介したいなと思って、シェアさせていただきました。はい。<laughs> ということで、まあね、今もま、まさに私が使っているもの、そして、下級生たちが使っているもの、宝塵のみんなから使っているもの、いろいろね、私も情報を得て、皆さんにご紹介させていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。ご紹介した商品については、 概要欄にね、詳細貼っておきますので、ぜひそこをチェックしていただいて、まあ、買いたいなと思った方は、概要欄ね、チェックしてそこから買っていただいてもいいかなと思います。はい、ぜひ皆さん、一日にしてならずですよ、でも、美は。うん、なので <laughs>、みんなで、美容方法とかね、考えながら、あの、 年齢に逆らって美しく生きていきたいと思います。はい。<laughs> ということで皆さん今日の動画いかがでしたでしょうかこの動画が面白かった役に立ったと思っていただけたらぜひグッドボタンを押してもらえると私も励みになります。よろしくお願いします。さあそれでは今日の動画ここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ